はい、どうも波乗りです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、ということで今回はブラジネイロブセリエ B 第25節コリンチャンス戦、そして第26節のゴイアス戦やっていきたいと思います。これ上位対決ですね。3位とね2位ですからね、これ。はい、そして前回裏でやった4試合は1勝3分けですね。失点がね毎回知ってるからね、この失点の癖このチーム直さないと、この新チームねちょっとまずいですよね。で今回コリンチャンス選手3位だからね、厳しいですね。ここで無失点の抑えられる気がしないですけど、まずやってみましょう。やってみないと分かんないんで。はい、で現在ですね、このブラジネイロで2部でまだ最下位をね、前回の4試合計勝ち点、6取っても最下位からやってまだ脱出できないというね厳しい状況です。で今回コリンチャンス勝ち点44ポイントかなり厳しいですね。まだ昇格圏内との勝ち点差が今39か、4位シャペコエンスが4位でやってますから23差あるんだね。まあ、まだ全勝すればわからないけど、正直もう厳しい状況ですね。あともう10試合前後しかないから、本当に全勝ですよ。全勝するしかこのね、一部に上がれる方法ないので、マジでこれは全勝でいきましょう。オペラリオがだって今4あれでしょ、20でしょ。この今回の2試合で勝ち抜き取ってしまえば最下位今回で脱出できる可能性あります。なのでこれは勝つことだね。本当にコリンチャンス強いけど勝ちましょう。これはいやー、今日の2トップカイセドがダメか、これやばいね。これマジで本当メンバー少ねえからな。いやー、コリンチャンスにこの戦力だもんな。メンバー17人しかいないからな、本当にマジで高校の部活界なんだよ。まあコリンチャンスですよ今回3位ね。だからそんなでも総合値あんま強くないな、全然ね。いやこれはちょっと勝てるんじゃない、ワンチャンね。全然まあメンバーもね、マスタリコこれもう10年目だからね、これ。まあメンバーかなり入れ替わってるでしょ、10年でね。まあでもそこの本当に弱体化したクリンチャンスの、ね、この穴をついていければいいと思う。このね2トップ、リンコン、ベラヒーノ。ベラヒーノが結構前回ね決めてくれましたから、ここのベラヒーノの決定力をどう生かすか、これ大事です。まあ本当にうちのチームに結構も問題ってありますよ、これ。結構ね、もうサイドはもう推進力ないし、2トップ決定力オワコンだしね、QPR に比べたらね、やっぱりね、このシーズン終わってから本当補強したいですよ。だからそのためにも今のうちにね、資金貯めといて、本当勝つしかないですよ。勝って資金を貯めるしかないから。はい。なので、このコリンチャンス倒して、ちょっとクラブのね、ちょっと拡大化していきましょう、これは。さあコリンチャンスですね。マジでむずいからね、コリンチャンスは。これだね、入場のシーンの演出ってやっぱ結構変わってんな。やっぱ南米と違いますね。違う、欧州とね、ヨーロッパと違いますね。さあやっていこう。再開強烈マジで脱出しましょう。本当にやばいからね。まあ、ちょ、来シーズンどうしようかな。来シーズンもトッププレーでやろうかな。まだちょっとダメだよね、この状態だと。リンコンはサイド開くか。やっぱ2トップだと開いちゃうんだね、みんなね。さあここからマリーノのクロスが入ってきて、さあ来た、シュート、惜しい、メラヒーノのシュート。いやー、メラヒーノ見せてきたな。いやー、前半終了です。いやー、でもコリンチャンス1本持たせてないね、シュートね。さっきのメラヒーノのいいのありましたし、あれが1本入っちゃえば全然いきますよね。さあクロスが入ってくるか、ここだ。さあ入ってきたか、いやー奪えない、危ない。さあ中シュートが来た、オッケー。さあここのカウンター通った、リンコン通ったよ。さあここのクロスが入ってきて、シュート、メラヒーノ、惜しい。いやー、ちょっと中途半端な体勢でしたね、今ね。さあ変えましょうか。ちょっとフマサ入れて、右サイドこれ絶好調なんでね、これ一応入れます。いやー、でもそんなもんだな、と入れるとこないよな。あとトラウコか、トラウコ左サイド入れましょう。でキャプテンをエスコバルにしましょうか。さあ行こう、ここからティアロ。さあシュートがあるか、シュートが来た、ナイス。さあこのコーナー、タナソンのボール、さあ切るか、シュートが来た。おお、コーナー惜しい、まだある。タナソン上げるか、上げない。タナソン、さあクロス入って、コールス入ってきて、シュート、ヘディング、惜しい。いい攻撃ができてる、いい攻撃ができてるよ。カウンターから1本あるんで、全然カウンターから1本できますよ、これは。さあここから入ってきて、トラウホの守備はちょっと要注意。ここ彼、さあクロス入ってきて、ヘリング、危ない。まだあるな、全然まだある。さあタナソン来た、タナソン、さあ来た、10番がシュート打ってきた、惜しい。ここのキープ、さあクロス上げてみよう、クロス上げてきて、ヘリングか、惜しい。おー、メラヒーノ、あー惜しい、まだある、まだある、おー来た来た、シュートー、先制、リンコーン、素晴らしい、リンコンがロスタイム決めた。今日先発の座を取ったリンコンが決めた、素晴らしい、コリンチャンス相手に素晴らしい。いやー、これですよ、これで。今ロフサイドなかったんですね、これね。最後誰だろう、パス出したの、タナソンかな、
いや、リンコン素晴らしいな、この一撃持ってた。いやー、これですよね。これラインマジでリンコン素晴らしいわ。この位置取り素晴らしい。やっぱりこれストライカーの天性なのか。素晴らしい。よーし、勝った。コリンチャンス3位撃破、素晴らしい。最下位脱出に向けて大きな勝ち点3。いやー、あの最後素晴らしかったね、本当にリンコン、あれは素晴らしいわ。これがあるんですよ、リンコン。やっぱりナミノリ監督は素晴らしい采配。いやー、でも今回は本当にね、クリアバペースでしたね、全部ね。コリンチャンスは基本的に何もできてないですからね、素晴らしかった今日。今回みたいな試合すれば絶対最下位脱出できますよ、これは。さあ、これでクリアバ勝ちましたね。これでさ、どうなったか。19位ですね。ああ、そう、勝ち点19位になりました。19位との勝ち点差は2ですね、素晴らしい。これ脱出できそうだな、全然ね。で、これでシャペコ遠征との勝ち点差はあまり変わらずということでね、23か。まだ23だね。いやー、これ勝ち点40台ぐらい今シーズンいかなきゃダメだな。これいけるよ全然。コリンチャンス勝ちましたからね。この調子一応続けていこう、本当に。ちょっとバルトラ取りましょうか、下部組織から。そろそろ人員的にもきついしね。もう17人しかいないからね。そろそろ誰か取っといていいよね。センターバック後ろ取ろう。バルトラ取りましょう。バルトラ一応買えますからね。給与さんが確か2100万かな、100万だから買えますね、全然。ということでバルトラ取りましょう。バルトラいたら結構伸びますよね、これね。守備力まあまあありますしね。伸びたら全然わかんない選手ですよ、これは。バルサでね、一応あれですかもんね、バルサのカンテラいましたからね、ずっとね。いや、バルトラ取れば守備結構安定するんじゃないですか。オッケー、バルトラ取りましょう、獲得。よし、まあ、これで給与さん結構減りましたけど、これで守備の拡大できました。いや、うちもマジで本当に今マジ必要なの本当ね、メンバーの人数だからね。人数全然いないからさ。次のゴイアス2位か、やばいね。2位はこれちょっとコリンチャンスよりまた1ランク強い可能性あるからね。これまずいな。今日全員好調だな、オッケーです。いや、ほんと好調だったらいいんだけど、好調じゃない時マジ怖いからね、みんなね。こういう不調な選手が増えちゃったらマジで終わるからね、本当に。まして17人で戦ってるからね。ゴイアスは、でもコリンチャンスと同じぐらいか、それ以上ちょっと強いぐらいなんですね。後ろがまあまあ強いですけどね。ベラヒーノとね、カイセドいますから。しかもリンコン前回1点取れましたからね。そう、なんだかんだ言って取れましたからね。いけると思うんだよね、全然。で、ここにバルトラ入ってくるってことでしょ。ディアロとセルジどっち変えるかな。セルジ変えた方がいいかな。ディアロさ、能力値低いんですけど、スタープレイヤー持ってるし、結構体強いからね、本当に。体強いっていうか、でかいから、194ですよ、4層。多分見てる方は分かると思うんですけど、めっちゃでかいからね、ディアロ、本当に。でかいから、バルトラはちょっとセルジに変えて入れようと思いますね。これで結構強くなるんじゃないかな。普通に2部の守備力は、全然ね、バルトラ通用する守備力、守備力あると思うんで、ここをちょっと次回からね、まあ次回ですけどね、バルトラが入ってくるのは次回ですけども、そこでちょっと次回試していきたいと思います。はい、ということで、やっていきましょうか、ゴイアス戦2位対決です。さあ、ゴイアス戦です。2位ですね。これで、マジコリンチャンス3位でしたけどね。見事ね、撃破できましたから、全然いけると思うんですよね、ゴイアス2位もね。タナソン。タナソンマジでかいね。この人の結構ね、このゲームメイクはマジででかいっすよ、本当に。さあ、ここからベラヒーノ入ってきて、ベラヒーノ、さあ、クロスが入ってきて、さあ、クロス入ってきて、さあ、シュートー先生ダイロン・モスケラ来た、素晴らしい。モスケラがここまで上がってきたか。オッケー、ベラヒーノのクロスからまさかの2位です。2位を撃破できるか。ベラヒーノのこのクロスが生きたな。モスケラがね、結構高い位置取ってましたね。これっすよ。え、モスケラってさ、モスケラって言ったらサイドバックの選手だよね。ここまで上がってきたからね。ベラヒーノのこのクロスが入ってしまった、素晴らしいって。いや、このチームもなんか結構可能性あるな、全然ね。 QPR 以上に可能性あるかもしれないよ、これは。ここでキープしよう。キープしてからのさ、タナソン。タナソン打って、さ、右足のシュートが来た、オッケー。アフメドフがさ、上がっていく。アフメドフが上がってきて、さあ、ここから、オッケー、上がってきて。さあ、ベラヒーノから。さあ、ここからジャウソン。ジャウソンが来て、さあ、来た。さあ、ベラヒーノ、左足のシュート、惜しい。コスタはちょっと無理だな、これ。ちょっと無理っすね。さあ、でも右サイド、開いた。おお、シュートが来るか。来た、シュートー、惜しい。カイセラのシュート入れなかった。いやー、いいっすね。ゴイアス何もしてないからね、ゴイアスね。前半、シュート1本も出してないし、コリンチャンス戦に続きいい感じですよ。さあ、変えましょう。今日は、みんないいので、あまり変えたくないですけど、トラウコ変えましょう。トラウコ変えて、で、フマサを変えましょう。いや、アフメドちょっと変えられんから、インコン今日入れましょう。そして、エスコバルを中盤に入れましょう。オッケー、これでいきましょう。中盤、ちょっと縦パス入らないな。ちょっと下がってきてね。ダメだよ、ちゃんと下がってこないとまずい。マリーノ。オッケー、さあ、アフメドフは、アフメド通らない。さあ、マリーノ、でもマリーノが通るよ。通ってからさ、アフメド上げてみよう。クロス入ってきて、さあ、シュートが来たー !2 点目ーカイセロのスーパーゴール、カイセロ素晴らしい。アフメドのボールから、ゴイアス相手に2点目、ゴイアス崩壊。いやー、このマリーノのちょっと自分でスルーパス出してからの、このアフメドフのクロス。
いや、カイセロのこれ高いね。このアクロバティックなシュート、素晴らしい。よしよしよし、これだよ、これ。さあ一発いかなきゃ、一発いかなきゃ、シュートが来た、危ない。オッケー、ナイス。よし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 、勝った。今日コリンチャンス、ゴイアス相手に2連勝、素晴らしい。この破壊力、クイアバ、この2トップ破壊的でした。いやー、今日素晴らしいね。守備が安定してるね、やっぱり。やっぱりキープアリで培ってきたね、サッカーは全然このチームの床すますね、素晴らしいわ。さあこれで勝ちましたと。いや大きいね。1位どこだっけ、1位サントスだっけ。サントス1位ですね。でもこれゴイアス負けたから、いやー、まだ全然可能性あるな。クイアバは22ポイントまで伸ばしたんですけども、まだ最下位を脱出できないという状況ですね。オペラリオとの勝ち点差1差だから、次ですね、次で結構連勝しちゃえば多分いいとこまでいけると思うよ。4位コリンチャンスの勝ち点差は未だに23か。いやー、でもコリンチャンス結構勝つな。混戦してきましたね、これね。最下位は多分次脱出できそう。ほんと次脱出しよう。全然いけるからね、これは。さあ、バルトラです。バルトラが入ってきました。うちの守備陣。この人こそですよ、ほんとに。この人がクイアバのね、新ディフェンス陣のリーダーです、これは。バルトラです。いやー、これでかいわ。なんで後ろニューバランスのナイキかわかんないですけどね、スポンサー。バルサのカンテラ出身の男。この人がまたね、さらなるクイアバをね、見せてくれるでしょう。皆さん、こんにちは。クイアバと契約できて嬉しいです。幸せですと。新しい冒険を待ちきれませんと。いやー、このセンターバックマジででかい、ほんとに。はい、ということで今回ね、2連勝できましたね。素晴らしかった。いや、マジでこの2連勝でかいよ、本当に。でも、未だ今度負けてないからね。7試合負けてないからね、今のところは。素晴らしいよ。勝ち点は全部毎試合拾っているから。次回ですね、次回の試合でどれだけ勝てるか。まあ、次回はちょっと飛ばそうか。結構飛ばしたと思います、これは。次回、いや、事故結構飛ぶな、これ。次回やろう。飛ばそうと思ってましたけど、やりましょう。結構次だって、次飛ばしちゃったら結構僕飛びますからね。次だって、セアラーまでちょっとやる予定だったんですけど、ここまで飛ばしちゃうと、ちょっとね、リーグ戦ね、今回の動画結構内容少なっちゃうんで、次回、本田圭佑が相手に来たね、ボタホゴとやりましょう。ボタホゴとビトーリアやりましょう。6位ですからね。ここでちょっとバルトラのデビュー戦でことでやりましょうか。なんでそっからほんと飛ばそうかなと思います。6試合ぐらい飛ばそうと思います。これでもう大体ね、ブラジルで何位だったか分かると思いますけどね。いや、ブラジルの1年目はまあそう甘くないけど楽しいですね。最下位からやっぱやるって楽しいですね。まあ、QPR の時も1年目ね、20位でしたけどね、うん、そう、20位スタートだったからね、まあそんなもんなんですよ、最初はね。最初はそんなね、高い順位取れるわけないんで、まず次の次回のボタホゴとビトーリア、ここで勝っていけるようにちょっとやっていこうか、本当に。まあ、バルトラも株組織なんで、どんどん伸ばせばね、全然可能性ありますよ、この人は。そうそう、まあ、この最初はこんなだけどね、多分80は絶対いくからね、バルサの時もだから80ぐらいいってたでしょ。なので、バルトラはかなりでかいと思いますよ、このチームにとって。結構プラスになるからね。あと、本当にセンターバックあと2、3人増やさなきゃダメ。本当に少ないから、これは。あと、あれだね、サイドハーフのボランチだね、ここら辺のゲームメーカー、今、タナソンができてますけど、まあ、タナソンだけじゃ厳しいね。もう1人、2人ぐらいないと厳しいですね。なので、ここら辺の戦力の補強はね、ちょっとシーズン終わってからちょっとさらに改革していきたいと思います。はい、てな感じで今回ここまでで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you!